亀田博ヒは、日本の自治官僚、政治家。山口県下関市議会議員、元下関市長。1991年から1995年まで、下関市長を一気務め、市議には2003年に初当選しご期め。市長経験者が落選後、市議に転身するのは、全国的にも珍しい。下関市出身。1959年。 九州大学法学部を卒業。1963年、自治省に入省。以後、鳥取県総務部長、自治省財政局指導課長、徳島県副知事、消防大学高校長などを歴任し、1987年に退官。その後、地方裁協会上無理事、地域総合整備財団上無理事を務めた。下関市長を一期務め、現在、 下関市議会議員に在任。伊豆田義次前市長時代に計画、設立された第三セクターによる日韓高速線事業を引き継ぎ、1991年7月に運行が開始されたものの、経営不振で開設後、約1年半の1992年12月に休業、そのまま廃業。下関市は銀行借入金3億8000万円と、 関西汽船の要請解約金4億6500万円を補助金で補填した。この支出が不当として1994年に亀田個人を被告に住民から提訴された。1998年6月の一新山口地裁判決では全面敗訴で8億4500万円全額の弁済を命じられた。控訴した広島高裁の2001年5月のに 新判決では要選会役金分は免れたものの引き続き銀行借入金の弁済を命じられた。上告した2005年11月の最高裁判決ですべての弁済を免れたが、判決文に裁量権を逸脱し、または乱用したものと断つべき程度に不合理なものであるということはできないと記され、市長の判断に疑問を呈された。 提訴後、亀田は1995年に、下関市長に決めの立候補をするも、対立候補の江島清に敗れ落選。1999年の市長選に再び、立候補したものの再度江島に敗れた。ABCDE、新帝現代政治家任命時点、中央、地方の政治家4000人156ページ。下関市議会議員選挙2019年2月4日。 下関市下関中央法律事務所日韓高速線住民訴訟2009年10月26日閲覧ありがとうございます